ものづくりっていうことが、うん、とにかく根幹にあるんだと思う。今やカルチャーの一つになってきてるような。そうですね。ユナイテッドアローズっていうのは今でもあの G-SHOCK とのコラボレーションがあの盛んで、これそもそも一番最初にこう出会ったというか始まったきっかけっていうのはどういうところだったんですか？はい、今からだから30年ぐらい前に、はい、一緒のチームにいた吉原君っていうスタッフが人づてになんかこれ面白いですよって言ってきたような気がする。で、実際ものとしては知ってたわけです、はい。ユナイテッドアローズを扱い始めた90年代前半っていうのは、うん、もうすでに G-SHOCK 人気になってたんで、うん、まあ今でも使われる言葉かもしれませんけど、はい、激レアとか、はい、激レア即ゲットせよみたいな言葉が流行っちゃったんですね、うん、物が売れること自体は悪いことじゃないんだけど、普通に扱われないことがすごくなんか残念だったんですよ、うん、せっかく G-SHOCK を扱わせてもらうんだったら流行りっぽくないやつ。当時って多分こういうのが、はい、角型のザ・ G-SHOCK だと思うんですね、うん、なので真逆でまるで時計っていうそうですね、針がついてて丸い文字盤でっていうのを僕らは選んだんだと思います。 G-SHOCK の面白いところがやっぱりこのデジタル表示のもので、なおかつ普通の時計と違う丸じゃないっていうのがかなり決め手となってブームになってというところもあるんですけども、もうそこはもうアンチテーゼというか。そうなんですよね。89年に会社立ち上げた時、特に90年の1号店の一番プッシュしてた格好ってこういう格好なんですよ、はい、今でこそイタリアングラシックとか、クラシコイタリアっていう言葉がもう普通になっちゃいましたけど、当時日本ではほとんど知られてなくて、うん、僕らは1990年の1月のフィレンツェ出張、はい、イザイアとか、うん、ベルベストとかそういうものに出会って衝撃を受けたわけです、うん、英国のクラシックな服の形をしているのに軽く柔らかく仕立てられてて非常にコンテンポラリーで、これこそ自分たちが推していくべき服なんじゃないか、うん、でもそれはその時代にあっては完全アンチだったんですよ。はあ、なるほど。世の中はソフトスーツっていうね、今やもう死後ですけど、はい、なんちゃってアルマーニですよね。肩幅が広くてパンツも太くて袖も太くて、一流会社のサラリーマンからもうお堅い商業の方までみんな来てたんですよ、うんうんうん、残念ながら僕や UA の初期メンバーってそこも大嫌いでそこにもアンチテーゼ、それもアンチテーゼなんですよその服自体の美しさはモード服としてはもちろん認めますけど、はい、なんかビジネスな感じしないなっていうのがあって、うんうん、イタリアンクラシックとかクラシコイタリアに出会って自分たちが提案すべきものに出会ったっていう、そういう割とアンチな出自があったんで、ちゃんとしたものは提供したいけど、一番流行ってるからやるってこともなく、一番主流だからやるってこともなく、やってるうちに35年経ったってことです。で、時計においてはこの G-SHOCK に関しても多分もともとそのビジネスマンの方とかもつけるようなものでもなかったような、そうですね、はい、とは思うんですけども、今や本当に普通にこういうタイプの樹脂の G-SHOCK もされるような、まあ、ちょっと一種カルチャーの一つになってきているような。そうですね、まあ、ビジネスマンのスタイルとしてだんだんユナイテッドアローズが提案するものが受け入れられていったと同時に、やっぱり冒頭の話に戻れば、自分たちはそのどっか天の邪鬼だから、うん、ビジネスマンだから水製のピッカピカの時計を身につけるっていうだけじゃないんですよ。見るかに高級そうな水製の時計もいいけれど、あるいはアンティークの語れるような時計もいいけども、こう機能優先で、でも日本が考えた世界に誇るプロダクツ、うん、ロールスロイスもいいけど、でもトヨタや日産すごいじゃない、うん、ホンダすごいじゃないみたいなことが常に自分たちの中にあったんですよね、うん、でその同じ文脈での僕たちにとってはカシオの G-SHOCK でした。カシオさんもこの G-SHOCK に限らず時計事業を始められて節目の年っていうのは今年でもあったりするんですけれども、今回メインで取り上げさせていただくこちらの、MRG というシリーズ最高峰の G-SHOCK なんですけれども、このラインに関しても
近年例えば日本の伝統技術だとか、カルチャーに焦点を当てた商品作りっていうのを、している見比べていただくとこれもうまさに80年代から変わらないデザインというか、はい、同じこうフォーマットを使いながら、どんどんこう研究というかアップデートを繰り返しているでいうところがユニークかなと思っていて結構日本のその技術とか伝統って失われつつあったりする状況も多いと思うんですけどもまあそれをこう絶やさないために G-SHOCK のクリエーションを通して、例えば素材開発するとかですねそういったことが本当に今力を入れられていると例えば今左手に持ってらっしゃる MRG なんかはこう一見同じに見えるこのパーツを実はこれ25個別のパーツに設計し直して仕上げ磨きをこうできるような構造にしているんですけどもこの一番上のこの黒いベゼルの部分なんかも、まあ、日本で独自開発したコバリオンという素材が使われていたりとか、まあ、本当に同じ見た目なのに全然こう今のアウトプットが全然違うというこれ画像じゃ伝わらないと思うんですけど持った重さが全然違って、はい、これもいい意味で時代に逆行してますよでもこの重さは決してなんか嫌な重さじゃなくて、うん、よりなんか存在感的にこうグッとくるものがあるし、うんいい意味でその消耗されないっていうか長いこと使い続けるっていう感じがここにはありますよ、うん、日本的なものっていうのももちろん説明受けてそう僕はそう思ったのかもしれないけどこの黒い光り輝く鉄の色とか光沢感が兜とかね、うん、なんかそういうものも思い起こさせるし、うん、別に僕はナショナリストじゃないけどもどの国にも誇るべきカルチャーがある、うん、あるいは逆にどのカンパニーにもどんな企業にも誇るべきカルチャーがある一方で企業規模とか利益とかそっちばっかりがこう話題になる時代になっちゃったんで、はいうん、カルチャーはどっちかというとないがしろにされつつあってどんなプロダクツもそのカルチャーがあるかないかっていうのは最終的にそのプロダクツの価値を決めるだろうし、うん、カルチャーのないものにはなんか欲しいと思われないんじゃないですかね、うん、いや本当におそらくそれにきちんと付加価値をつけるっていうところが、まあ、カルチャーを見せられるかどうかってなってきてると思うんですけどもかつて G-SHOCK ご覧になってた時と今とだとやっぱりこの印象っていうのは全然変わっていや企業規模やブランド規模として大きくなった印象はあっても、うん、変わったなっていう感じはしないものとしては、はい僕はその原点回帰って言葉は皆さんお使いになるけど僕は使わないんですよ、うん、原点回帰って言った瞬間からじゃあ今原点忘れてるのかっていうことになっちゃって、うん、僕はそれ柏さん全然離れてないなと思いますよ、うんうんうん、そこにこう逆に今だからこそ一緒にやってみたいなみたいなこともお考え多分今後たくさん生まれると思うんですけども端的にこう G-SHOCK に今後クルーンさんがちょっとこう求めることというか、まあ、自分はもう担当者じゃないから、ええ、本当に好きかって言わせてもらうと完全に成分解する素材で作るあそれから、バラしてまた元に戻せる、はい、そういうプロダクツに向かってほしいなっていうのはありますねうんなるほどご自身今つけられてる時計ですね、はい、これ、非常に割と大ぶりなアナログの G-SHOCK だと思うんですけども、はいはい、どういうところにこう惹かれてというか年取って目の力も衰えてくるから見やすい見やすい、はい、それは大事だと思いますあとはそのいい意味でゴツゴツしてるのも G-SHOCKらしいなってのもありましたけどね、うんうん、いわゆる一番最初に取り組んだようなこういうタイプももちろんやっぱりいいと思うし、うん、一方でその固くなりその 80s ぐらいのご自分たちの出自、うん、オリジンを守ってむしろそれ今一番大事にしてるっぽく見えるのはうわっかなり嬉しいですねものづくりっていうことがとにかく根幹にあるんだと思う、うん、僕ものづくりって言葉すごく好きでこれ英語に訳せないんですよねあメイクでもなく、はい、プロダクトでもなく強いて言えばクリエイトに近いメイクなんですよ、はい、要は大量生産品であろうが限定商品であろうが同じ気持ちでそのものづくり、うん、日本でものづくりって言った時にただものを作ってる人のことは刺さないじゃないですかです、ね、なんか
魂込めてる、はい、精神的なものが、そうなんですよ。でこれは僕は日本のとても僕は好きな部分で、柏さんにはそれを感じます、うん、だからそれは勝手に外からひいきしてる見方なのかもしれないけど、この鉄の色とか硬さとかそういうことも気にされてこれになったっていうのを改めて聞いちゃうと、まあいい意味で、うん、頑固な人たちだなと思いますよ。